重商主義、重症主義、重症主義とは貿易などを通じて貴金属や貨幣を蓄積することにより国富を増すことを目指す経済思想や経済政策の総称。16世紀半ばから18世紀にかけて西ヨーロッパで絶対君主制を標榜する諸国家が取った政策である。資本主義が産業革命によって確立する以前、王権が、絶対主義体制。 常備軍、官僚制度を維持すため、国府増大を目指して行われた、オリバー・クロームウェルや、ジャン・イコール、バティスト・コルベールらが代表者。初期の重金主義と後期の貿易差額主義に分けることができる。いずれにも共通しているのは、富とは金、や銀、貨幣であり、国力の増大とはそれらの蓄積であるという認識であった。植民地からの搾取。 他国との植民地争い、保護貿易などを加熱させたが、植民地維持のコストの増大や、国内で政権と結びついた特権承認の増加などが問題となり、自由経済思想、現代では古典派経済学と呼ばれるものの発達を流すもとになった。大航海時代、アメリカ大陸やインド、東南アジアへの西欧の到達と直接交易の、開始が貴金属や、 更新料など希少商品の価格革命をもたらし、商業革命のパトロン、援助者、免許者としての王権に大きな富をもたらした。オランダ、イギリス、フランスの格闘インド会社は、植民地政策の重要な先兵となっただけでなく、有限責任方式の開発など市民社会形成に重要な足跡を残し、19世紀の産業革命をもたらした。また、 その是非を通じて、経済政策や思想における活発な議論がなされるようになり、これが後に、フランスワケネーやデイビッド・ヒューム、アダム・スミスが登場する素地となった。重症主義政策の実施によって、国境管理が厳しくなり、海を越えて移動する物品に関税がかけられるようになったが、海の国境管理は社会通念的に定着しておらず、 密輸に対する犯罪意識も低かった。税関組織が未発達なために海岸線の管理能力が限られており、アメリカ植民地の愛国派商人や自由な国境移動を当然の権利と考える人々によって大規模な密益が横行した。貿易と国家の繁栄を結びつける思想は、イタリアの初年において15世紀には存在していた。 フィレンツェ共和国の外交官でもあったニコロ・マキャベリのリウイウス論や君主論、イエズス会の司祭であるが書いた国家理性論においてそうした思想が展開されている。16世紀以降になるとヨーロッパ各国で貿易での優位が国内の利益につながると考えられるように言った。17から18世紀のイギリスで隣国の発展を脅威と捉える人々が現れ、 重症主義という経済思想が形成された。重症主義の主な考え方は、輸出はその国に貨幣をもたらすが、輸入はもたらさないため、輸出は良いが、輸入は良くないというものである。重症主義の基礎には近代国家があり、それを支える感情は愛国心、ナショナリズムである。重症主義は、自国と他国を比較し、国家間に敵対関係を想定するものであった。 重商主義は、アメリカ合衆国の初期の経済学派である、アメリカ学派や、アメリカシステムをはじめとする19世紀の経済政策にも影響を与えた。重金主義、重金主義、ブリオニズムとは、貴金属のみを国府として、その対外取引を規制し、流出を防止し、同時に、対外征服や略奪、鉱山開発を推し進め、国府たる、 貴金属を蓄積させようとする政策。重厚主義、取引差額主義とも言う。16世紀のスペイン、ポルトガルの代表的な政策で、後、フランスを類14世に仕えた財務総監コルベールが取った住みうぎへ、コルベール主義が有名である。国家は税制優遇、補助金などで輸出を奨励し、関税によって、 輸入を抑制することで貿易黒字を増やし、貴金属の流入を促進させた。東洋に向かったポルトガルは、王室国家権力による独占貿易を図り、カサダインディア、インド庁を設立した。リスボン到着の更新量はすべて、インド庁の倉庫に納入され転売益が国王収入とな。新大陸に向かったスペインにとっては交易の成立しない。 異文明との遭遇は略奪と破壊の対象となったスペインによるアメリカ大陸の植民地化参照。貿易差額主義とは輸出を進めて輸入を制限することにより国内産業を保護育成し貨幣蓄積を図る政策。重金主義が国家間での金塊等の争奪や私略戦、環境の民間略奪戦の横行。 相互の輸出規制合戦の様相を呈したのに対し、貿易の差額による国府、ここでは貴金属の蓄積が主張された。イギリス東インド会社の係官トーマスマン、19世紀のドイツの作家パールトーマスマンとは、無関係が主張、イギリス重症主義の中心的な政策となる。日本においては、江戸時代中期の政治家、田沼沖継が、その先駆者として挙げられている。 また18から19世紀に活躍した、本田俊明、佐藤・信弘、ホア・シバンビンの形成論の中にも、典型的な重症主義理論が見られる。また、五代十国時代の中国では、十国といわれる地方政権はいずれも、鉄線、鉛銭の発行や、輸出の促進などにより、銀、銅を政府のもとに蓄積する政策を行った。重症主義は、 18世紀にはアダム・スミスの国富理論で繰り返し批判されている。国富理論によると人々が豊かになるのはあくまで輸入品を消費することによってであり、輸出によってではない。輸出は欲しいものを輸入するために必要な外貨の獲得のためのものであって、輸出それ自体が貿易の目的ではない。輸入業者が支払い請求に応じるのに必要な負担を賄うために、 輸出が必要となるに過ぎない。またこのことから公益条件の改善によってより少ない輸出でより多くの輸入ができるようにいることは国民を豊かにするが自国通貨公は輸入価格と輸出価格の両方を変化させるのでより少ない輸出でより多くの輸入ができるようになるわけではなくそのためより多くの輸入品の購買や消費が可能になって国民が 豊かになるわけでもないことがわかる。またスミスは、重症主義の背景にある愛国心について、愛国心は、他の、あらゆる近隣国の繁栄、拡大を、悪意に満ちた妬み、戦望をもって、眺めようとする気分にさせることが多いと述べており、自分の身の回りの人々に愛を感じることは、自然であり必要でもあるが、それが偏強な国民的偏見をもたらす、可能性を警戒していた。 国富論については、重症主義が言う貿易差額、黒字で金銀を稼ぐことが富の源泉ではなく、労働こそが富の源泉であるという視点を示していると指摘されている。ジョン・メイナード・ケインズが著書、雇用、利子及び貨幣の一般理論において、重症主義を復権と尊敬とに値すると主張したという指摘がある。この点から、重症主義政策を ケインズ政策、つまり、有効需要確保の政策とする解釈も存在する。ある国にとって、貿易の黒字は利益で、赤字は損失であるといった見方は、重症主義的な誤解の典型である。重症主義のわかりやすさには、人間が人間であるがゆえに持つ各種のバイアスが寄与、してるとする指摘もある。重商主義は、絶対王制の存在と植民地主義の下での、 経済思想であるため、現代ではこの二つの条件を満たしている国はほとんど存在しない。しかし貿易によって利益を得る、輸出を増大させる重厚主義などは重症主義以降も生き続けた。20世紀に入っても輸出主導で経済成長を図ろうという政策は様々な形で見られる。このような貿易政策は 新重商主義あるいは単に重商主義と呼ばれている。新重商主義については、ジョーン・ロビンソンの定義が知られている。各国政府が自国民の利益のために、国際経済活動における自国のシェア拡大に、価値や賞賛さるべき目的を設定することが、新しい重商主義とされる。ダニ・ロドリックは、現在における自由主義と重商主義の対立を語っているが、ロビンソンは、 自由主義の協議は、重症主義の巧妙な形態に過ぎないとして、新重症主義は発展途上国にとっての障害としている。日本でも、より強い国際競争力を求めて、政府に対する政策要望が出され、また、政府の政策に取り入れられることが多い。国際競争主義については、重症主義がその元祖であるとする指摘がある。また、輸出に頼って、 経済成長を図る政策思想は重症主義と差異がないとする説もある。重症主義は国内の過剰生産の解消と貿易による資本蓄積で経済を成長させるには有効な政策であるとする評価もある。こうした評価は今日のアジア発展途上国と高度経済成長期の日本による手動型成長と結び付けられている。楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。